杉並区は東京都の区部西部に位置する特別区である。元来この地域は武蔵区に多摩郡であり、江戸時代から明治、大正時代も多摩地域に属していた。地理的に東京都区部の扱いになったのは1929年の世界恐慌後に東京市へ編入されてからである。旧東多摩郡西藩にあたり、情勢地区と呼ばれる。 東京23区の西部に位置する。面積は34.02平方キロメートルで、東京23区の中では8番目である。自然が豊富な、閑静な住宅地域として発展してきた。JR 中央線沿線を中心として、地元住民だけでなく、区外からの来外者を想定した個性的な中、商店舗群も集まっている。東京都内の六区市と隣り合う。北は、 練馬区、東は、中野区、東南でわずかに、渋谷区、南は、世田谷区と隣接。西側には、武蔵野市と三鷹市が位置する。地形的には、武蔵野第一条にあり、全体的になだらかな高台地域。特に高台に沿って、古来より、甲州街道、大梅街道が、南北の草境近傍に東西に通っている。神田川、全福寺川沿いの定地は、近世には、 水田工作に利用されていたが、勾配のきつい坂はないため、広範囲に洪水被害が及ぶことが危惧されている。区内の水流は神田川に合流する支流となっている。1920年の時点では、杉並区に相当する地域の人口は2万人にも満たなかったが、1922年に、公園寺駅、阿佐ヶ谷駅、西荻窪駅が開業し、 翌1923年に発生した関東大震災以降、都心部から多くの市民が郊外の空間地を求めて転入したことで人口が増加。1942年には26万人を超えた。太平洋戦争中は疎開などで一時減少したが、戦後の復興と高度経済成長で1963年には50万人台に到達した。一方で、 人口増加とそれに伴う土地、施設不足による問題も起きている。昭和期には清掃工場の建設反対運動からゴミ搬入を江東区に一時拒否された東京ゴミ戦争が発生した。平成期以降は保育所定員増による待機児童問題の緩和を急いでいる。また高齢者福祉施設の不足への対応から2018年3月には 静岡県南伊豆町に同町の協力を得て特別養護老人ホームを開設した大宮一丁目にある大宮八万近辺が東京都全体の人口重心となっている2005年時点の夜間人口は52万2582人これに対して区外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの区内に昼間残留する人口の合計である昼間 人口は439,379人で、昼は夜の0.841倍の人口になる。通勤者で見ると、区内から区外への通勤者は161,305人、区外から区内への通勤者は77,071人となっている。国勢調査では年齢不詳の者が東京都だけで16万人いる。上のグラフには年齢不詳の者を含め、 中野間人口に関しては、年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に誤差は生じる。近世以前近世近現代区の遠隔杉並区では、全域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。杉並区役所管内伊グサ民事務所管内、AF。1985年に行われた区の不年化基礎調査の中で提言された。 歩いて、杉並を知るルート作りをもとに、うちの史跡や産業の PR 目的を含めて1988年に既存の道路を利用する形で定められた。年に一度、区内の小学生らを集めて、路上を散策するイベント、知るクロード探検隊が開催される。杉並区の町名を参照杉並区は、東京運輸支局ネディマ自動車検査登録事務所の管轄エリアで、 かつては、練馬ナンバーが交付されていたが、2014年11月17日以降は、ご当地ナンバーである、杉並ナンバーが交付される。阿佐ヶ谷南にある、杉並区役所庁舎。南阿佐ヶ谷駅すぐ上にある、杉並区の出先機関。区の行政機構の一部を分担し、各窓口サービスを行っている。区民事務所、駅前事務所及び分室が設置されている。 詳細は、杉並区議会を参照2017年の区割り変更に伴い、方南1丁目、2丁目は8区から7区に移行した。区内には、約46ヘクタールの農地、200個近い農家があり、野菜、花、植木、果物が生産。主な企業、編集主な企業、編集アニメ関連の、主な企業、編集アニメ産業日本全国に約400ある。 アニメ制作スタジオのうち70ほどが杉並区内にあり、周辺の練馬区や三鷹市と共に世界有数のアニメ産業集積地となっている。アルプスの少女、ハイジ、ルパン三世、風の谷のナウシカ、機動戦士ガンダムなど多くの作品が杉並に所在するなど、専門家庭、編集高等家庭、編集文化学園大学付属杉並中学校、 高等学校都立市立区立市立区立私立区内、救急指定病院東日本旅客鉄道、京王電鉄、西武鉄道東京地下鉄、コミュニティバス、杉丸現在、9名の名誉区民がいる。区役所のホール正面に、肖像写真が掲載され、略歴を記載され検証を受けている。小芝正都氏、物理学者山彦節子人間国宝上る理想者22世、 コンパル・ソウエモン人間国宝能、林方、安福達夫人間国宝能、林方、佐々木その子人間国宝染色作家、石井桃子児童文学者、遠藤みのる音楽家、早見通る経済学者4世、山本藤次郎即久者師、能楽師、君根昭和ミュージシャン全福寺在住注釈出店。ありがとうございます。